はいどうも皆さんこんにちは。本日もオラ夏やっていきたいと思っております。オラと博士の夏休み、終わらない7日間の旅ということで、7日間の旅と書かれているんですが、マジで終わらなかったわ。7日間では終わらなかったね。まあそういったところで、今日はねこのオラ夏の感想動画ということなので、まあざっくばらんにいろいろ話していければなと思いますね。まあ例えばこういったところが良かったなとか、逆にこういったところがうーんと思っちゃったなとか、まあ正直に話していきたいと思っているんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。あとはですね、もし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。では早速内容に入っていきましょうか。でまずですね、全クリしたわけなんだけど、だいたいね6時間から7時間ぐらいかかりましたね。まあこれっていうのはゆっくりプレイしてなので、もし最速でやるんであれば下手したら3時間ぐらいで終わるかもしれませんね。いやもっと早いかもしれないな、2時間ちょいで終わる可能性もあるのかなと思いました。まあくまで最速なんでね、まあそれぐらいで終わるんじゃないかなと思ってます。でさらにゆっくりプレイしても多分ね8時間もあればクリアできるんじゃないかな。まあそれぐらいのボリューム感でした。そして今作なんですけど、まあ一応ね、僕夏をモチーフにしているしんちゃんの、まあゲームみたいな感じなのかな。まあ完全に僕夏ではないんだけど、まあ一応僕夏要素も取り入れてますよみたいな、そういったゲームになってます。そして物語の鍵を握る SF 要素っていうことで、結構ね、このゲーム、SF みたいな要素がたくさんあるんですよ。まあ具体的にどういった SF 要素があるのかっていうところに関しては、別途ストーリーの動画投稿してるから、ぜひそちらからね雰囲気とかを感じていただければと思いますね。まあ一応ねパート多分10まで撮ってるので、まあ順番に出してるところなんですが、ぜひねそちらのメインストーリーの動画も見てくださいと。そしてですね、虫や魚にサイズ表記がございませんでした。これっていうのはね、僕夏ではねサイズ表記があるものが非常に多いんですが、本作はありませんでした。 SNS とかを見てるとそこら辺が不満だなって思ってる人結構多かったみたいですね。虫とか魚っていうのは僕ナスで言うと、まあ、結構やり込み要素に該当するので、さらにそこのサイズ表記がないっていうのは結構ねやっぱそのコアなユーザーからしてみると不満につながってるみたいです。さらに虫相撲が今回ありませんでした。まあこれもね僕ナスシリーズの毎回恒例のミニゲームみたいな感じなんだけど、今回それがございませんでしたと。まあ代わりにね謎の恐竜バトルがあったわけなんだけど、まあ多分ね虫相撲の代わりにああいったものをね導入したと思います。まあ人によってねいろいろ賛否両論あると思うんですが、まあ個人的にはね恐竜バトル良かったんじゃないかなと思ってます。まあ僕としてはね虫相撲より恐竜バトルの方が面白かったかな。まずそういった印象を受けましたと。であとはですね、ゲーム全体の雰囲気なんだけど、まあ実際に動画を見ていただいた方ならご存知かもしれませんが、本当にね僕夏って感じがした。基本的にはね僕夏要素をしっかりと再現されていて、それプラスアルファでクレヨンしんちゃんがやってくるみたいな、そういったイメージかな。なのでまあ僕夏を希望されている方はそんなにねゲームとしてギャップはないのかなと思いました。確か一昨年ぐらいにのび太の牧場物語みたいなゲームが出たと思うんですが、あれは本当にねなんか結構あれだったんだけど、まあ今回のオラ夏に関しては、まあしっかりと本家の僕夏を引き継いでるんで、僕夏好きな人にはかなりおすすめのゲームですね。あとはエンドコンテンツであったりとか、やり込み要素っていうのは基本的に、まあほとんどないです。なのでまあ、夏の思い出であったりとか、単発で遊ぶ系ではおすすめかなと思いました。まあ基本的にはね、夏の思い出を作るために遊びましょうみたいな、そういったゲームなのかなと思いました。なので、例えばモンスターハンターとかあつ森みたいに、何百時間も遊ぶっていうゲームではないですね。なので、そういったボリュームとかを期待されてる方からすると、あまり楽しめないゲームかなと思いました。ただ一方で、よっしゃ夏が来たぜ、夏といえば夏休み、夏休みの思い出に夏休みのゲームをやろうみたいな、そういった気概の人であれば非常におすすめのゲームかなと思いました。まあ要するに本当にね単発で遊ぶ系のゲームかなと思いましたね。あとはですね、アニメ系のムービーが非常に多かったです。でそれプラスイベントがめっちゃ多かった。僕夏ってね実はそんなにイベントないんですよ。基本的には自由に楽しんでいくっていう、まあそういったスタイルのゲームなんで、あんまりそういったイベントっていうのは行われないんだけど、このゲームっていうのは非常にイベントが多くて、なおかつムービーが多い。だからね、全然飽きないんですよ。毎日がしっかりと変化していて、なおかつイベントが行われると。こういったゲームっていうのはかなり珍しいんですよね。
特に僕夏シリーズだと多分これね、初じゃないかな。こんなにイベントが多いのって。あとは完全取り下ろしの音声も多数含まれていて、制作費自体はね、相当かかってるんじゃないかなと思いますね。まあ、どれぐらいかかってるかわからないけど、ただめっちゃかかってるんじゃないあれ。3D モデルとかも作ってるからさ、大変だと思うよ。まあ値段相応かなと思いました、だから。まあ要するにクオリティはすごく高いっていうことですよ。まあ僕夏シリーズの中では間違いなくクオリティに関しては過去最高だと思います。グラフィックに関してもね、素晴らしいからね。あとはその僕夏系の独特グラフィックってあるじゃないですか。なんかその他のゲームのグラフィックとは若干実は違うんですよ。僕夏っていうのは。なんだろうね。自然をうまく表現してるというか、なんかね、絵本みたいなグラフィックなんですよね。独特なんですよ。まあそういった表現もしっかりとされていました。逆に言うと、僕夏要素をこれもしっかりと引き継いでるっていうことですね。さらに水の表現も素晴らしかったですね。めっちゃ綺麗でした。あとは緑の色であったりとか、葉っぱの形だったりとか、まあそういったところもね、すごくこだわっていて、本当にね、僕の夏休みやってるなーって感じがしました。あとはですね、日が進むごとに行けるところが増えると、まあ、書かさせていただいているんですが、まあ、これはですね、さっき言っていたイベントにもつながりますね。このゲームっていうのは日々ね、イベントがどん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 発生していって、さらに日が進むことによって、様々なエリアに行けるようになるんですよ。例えば、今日は行けなかったけど、明日行けるようになってるとか、まあ、そういった展開がね、結構あって、すごくワクワクしながらゲームを進めることができました。そういったところがね、本当に良かったな。毎日同じようなルーティンじゃなくて、日々違うところで楽しんでいくみたいな、そういった遊び方ができるんで、こういったゲームっていうのは本当にね、少ないんですよ。なので、本当にこういったところは、高評価の部分なのかなと思いました。で、最後に恐竜が出てくると、まあ、書かさせていただいているんですが、まあ、こちらに関しましては、まあ、事前のムービーであったりとか、あとは公式映像でも何度も映ってましたが、マジで恐竜が出てきました。しかもね、かなりの数が出てきます。1匹とか2匹とかじゃなくて、結構出てくるからね。まあ、そこが結構びっくりしましたね。あ、こんなに出てきたんだっていう。しかもね、割とその恐竜と、まあ、共存して、まあ、暮らしていくみたいな。そういった部分も結構あったので、あとは恐竜イベントとか、まあ、さっきも言った通り、恐竜バトルとかもある通り、とにかくね、このゲーム、恐竜がかなりね、重要な位置を占めています。逆に言うと、恐竜が出てくることによって、僕夏ではなくなってしまってるんですよね。なので、純粋な僕夏を楽しみたいとか、そういった人にはあまりお勧めできないかもしれないわ。まあ、あくまでね、僕夏プラスクレヨンしんちゃんの要素を入れてるんで、そういったミックス作品なんですよ。なので、そういったところも踏まえて、まあ、プレイしていくのがいいのかなと思いました。はい。まあ、恐竜が出てくるか。けど、本当にね、あれはびっくりしたけどね。ああ、こういった形で出てくるんだ、とか。そして、最終的に恐竜がいなくなるわけなんだけど、まあ、恐竜がいなくなる。まあ、そういった過程とかもしっかりと描かれていて、なおかつ、なんで恐竜が出てきたのかとか、さらに博士の過去の話とか、まあ、そういったところもね、本当に細かく描かれていたので、めちゃくちゃ楽しく遊ばせていただきました。本当にね、ここは良かったなと思いましたね。まあ、一部ね、びっくりするところもあったんだけど、まあ、全体的にはね、非常にいい作品だったなと思いました。まあ、1から10段階評価でいくと、今回のオラ夏、僕的にはですね、まあ、8ぐらいかな。だいたい8ぐらいですね。内容に関しましては期待通りだし、それどころかアニメ系のムービーも非常に多くて、なおかつイベントも多くて、さらに完全取り下ろしの音声も多数含まれていて、本当にね、ここに関してはすごくね、良かったなと思いました。なのでまあ、僕夏ファンも楽しめるし、あとはクレシンファンの方も楽しめるし、さらに新規で、単発で遊びたいぜっていう方も楽しめるし、まあ、そういった意味だとね、非常に汎用性が高いゲームだなと思いますね。なので、お金に余裕があるんであれば、こちらのゲームは買った方がいいと思いますね。買って損する人ってそんなにいないんじゃないかな。まあ、Amazon のレビューとか SNS を見てると、買ってよかったーっていう人がね、95% 以上占めてるんで、そういったところを踏まえると、結構これっていうのは客観的な意見になるのかなと思いますね。けどまあさっきも言った通り、ボリューム自体はやっぱり少ないです。そもそもさ、僕夏シリーズ自体は、そもそも僕夏シリーズ自体がボリュームあるゲームじゃないんですよ。まあ基本的には夏の思い出に遊ぶゲームなんで、まあそういったところを踏まえると、モンスターハンターとかアツモリとかポケモンとか、そういったゲームとかをイメージして購入された方はギャップがあるかもしれませんね。ただまあそこに関してもしっかりとね、
事前に公式さんが先行映像とか流してくれたりとか、こういったゲームですよっていうのをしっかりとアピールしてくれてるんで、まあそういったのを見てるとね、そんなギャップっていうのは出ないと思いますけどね。うん。はい、ということで、まあ不満点としましては僕個人としては特になくて、まあ世間一般的にはまあボリュームがちょっと少ないかなみたいな、そういったことが言われてると。まあそこら辺がね、まあ客観的な話になるのかなと思います。はい、ということで、一通り話すことができたので、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。最後になりますが、メインストーリーの再生リストは別途作成してますので、ぜひそちらの方からオラナツのストーリーの動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。まあ、今回のこの動画ではストーリーに直結する話は全くしてないんで、ぜひ気になる方はそちらの動画も見ていただければと思いますね。はい、ということでお疲れ様でした。最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。